にちは、こんにちはってあ、もうやるんじゃって、そう今日はですね、なんともうやりたいと思います。なんかちょっと皆さんにね、お話がありましてですねお話がありましてですねですね、じゃん、こちらを昨日皆さんと投票したんですけど、あのですね、イケラーネに4000円をもらう企画ですね。はい、今家にいる、います。イケラーネが、イケラーネが今家にいるので、はいそう、いる時がなくて、2人の図合が合う時がなかったので、ちょっと近いうちとか言っとったけど、いきなり今日やってしまいます、ごめんなさいそう、なんかで、ね、なんか宣伝とかできたらね、いいんですけど、まだ私そう、ブログしかやってないので、そう、じゃけあんま宣伝ができなくて、いきなりやることになっちゃいましたで、キャラネにはなんか最近ショールーム出てないけ、ショールーム出てっていうことを伝えております。キャラネにはね、そうです、30分になったらキャラネがこの部屋に来ますそうです、30分になったらね。あ、こんにちはって。勉強なうってよ、頑張ってください。STO氏さん。さて、やる姉はくれるのかどうかっていうドッキリですね。もう いたってもドッキリになってしまいますよね。こたちゃん元気ですよ。あれからもすごい元気でございますね。はい。そう。うん。で、ちょっとそれまでにもうやっておきたいことがあるので、もう即やっていいですかね即やっていいですかね可愛いですね、ありがとうございます。のっちゃんこんにちは、昼休みのお邪魔します。キュウリーさん、お昼休みですか？昨日来れなくてごめんねって。大丈夫です、仕事合間の休憩時間で配信見てます。ピノヒロさん、ありがとうございます。のっちゃん久しぶり。はるかさん、ありがとうございます。ちょっとやりたいことがあるので決めとくんですけど、昨日たくさん投票して、で、ギャル姉にドッキリをするのは、ドッキリというかね、やるのはちょっと早く終わると思ったので、ちょっとあの2個企画をしようって言ったじゃないですか。それでこの中からじゃあのんちゃんが事前に選んどきますって言って、一気にやるって言ってしまったんですけど、ちょっと全部どれもなんかにゃんかにゃんか、あの、今日できることがなくて、メンバーに電話って言っても、私よくよく考えてみたら自分の携帯で撮影してるからできないんですねそう、まずそこからだからもう一回ちょっと皆さんに企画を考えてもらって、そこから投票1位になったもので、またパート2として、またいつか、いつかというか4000人一画またやろうと思いますはい、お願いしますそう、じゃけ今ちょっと企画ここにちょっと書いて、また新しい企画を書いて、で、今から投票して、投票1位になったものを投票1位になったものを、そう、投票1位になったものを、パート2として、まあ明日はちょっと自由研究しようと思ってるので、土曜日もどうだろうな、うん、そう、土曜日、もしかしたら土曜日か、なんかもういきなり今日みたいに明日やるみたいな感じになるかもしれないので、ちょっとね、のんちゃん配信お見逃しをなくしておいてください日赤いねってこんにちは、夏休みから宿題終わってないです。そう、でももうね、終わりそうですよ。頑張っております。のんちゃんこんにちはって。そう、だけ今パート1っていうことにしてます。今日はキャラ姉にちょっとね、もらうというね、はい、4000人企画をやっていきたいと思うので、はい、今からいきなりですが企画を募集します4000人企画の企画を募集します。そう、4000人企画ね、キャラ姉にね、もらうだけじゃちょっと小さいかなと思ったので、もう一個企画をね、いつかというか4000人企画やろうと思います。あと30分にギャラ姉が来ます。来ます。はい。どうですか皆さん。考えれました。今日昨日のご迷惑ありがとうございます。
4000人来たら終わりってなんで。フォロワー4000人企画ですよ、フォロワーさん。ギャラの今どこに、下でちょっとドラマ見てます。下でドラマ見てます。そう、アリちゃんのドッキリ企画はまたどっかで募集します。今日時間があったらします。そう、今日だからちょっと全部そぎらね、そう、時期1時間かな、1時までですね、予定としては。まあ過ぎてもいいんですけど。こんにちは、のんちゃん部活動で出して帰ってきたもいもいさん、ありがとうございます。のんちゃんでのんちゃんでこけるの、アリちゃんが朝配信に行ってたけど。言ったなあいつ。そう、よくこけます。なんか風呂場でこけたりとか、あのホテルの、まあ、いや、まず4000人フォロワーさん4000人企画パート2の企画をちょっと皆さん言ってください。いきなりでごめんなさい。コロナさん、はじめまして、見に来てくださりありがとうございます。フォロー森氏です。言ってないです。あの方ですね、あの方。風呂場でこけれます。なんちゃんおはようでしゅー、おはよう。昨日ハルルの誕生日だって。なんかそうなんですよ、昨日ハルルの誕生日。そう、言う忘れてた。アリサちゃんね、おきどき自由研究はね、今ね、そう、ちょっといいやつを見つけたので、そちらをやろうかなと思っております。こんにちは、初見です。はじめまして、マリモさん、見に来てくださりありがとうございます。フォロー無理しいです、ありがとうございます。なっちゃん可愛いってくれて、マンさんありがとうございます。そう、企画何がいいですか。何がいいだろう。そう、ありちゃんのドッキリ企画はちょっとまた後で投票しますね。後でというか、まあ、またね、また後でというかね。そう、んちゃ、にっくん、んちゃ、なんか企画ありますか。4000、もう一個やってほしいっていうやつ。そう、40種類ギャラに感謝の手紙だけにって。マジか、それはやばい。のんちゃん一人旅、ギャラでダンス講座、今日53歳。ピノ100個とか、ギャラのんちゃんギャルかの、ギャルの企画。こんにちは、めっちゃ可愛いです。あ、リンダさん、こんにちは。何の企画がいいだろう。ピノ100個か、なんか早食いでもいいし。そうですね、あー、出ない、出なくなってきてる。閉めとこ。ギャラネ対決、あー、いいね。でもあ、ギャラネ、あ、いいですね、その対決。でももうそれだったら今日やります。そう、ギャル姉絡みの企画だったらもう今日やるっていう感じなんですけど。そう、今日暑いね、ダミさん、今日ね超暑い。早くものんちゃんが ST48 卒業する。それはやばいでしょ。コスプレ、のんちゃん、私あまり遊びに来ないの忘れちゃったから、ロンリーボイス覚えてますよ。ギャラネタ早食い、あ、いいですね、それはいい。じゃあギャラネタ早食い、あ、ギャラネタ早食いだったら、あ、うん、どうしよう。ギャラネタだらけ、なんか皆さんめっちゃギャラネ。縁側4000、やばい、見つけそうってか見つけた説。なんで、かき氷早食い、かき氷早食いさ、昨日もあったけど、まあ書きますか。じゃあかき氷早食い人気ですね。かき氷、かき氷
そういう感じだったんか。こうね、かき氷早食い2番昼は最高ステーキ食べいいな。なんじゃけん他のメンバーとの配信はできる？誘えたらしますけれどもフフ4000個食べるとか4000個とか食べられないでしょ。4000缶 ?2000 皿無理そう、アリちゃんにドッキリ企画をねまた後で投票しますね投票しますね最初はフォロワー4000人企画です。パート2です。なんかやってほしいことまあ書いてくださいアリスの食レポ4000人企画にコナンさんこんにちは。なんかいろいろと、あ、1000人ありがとうございます。見てください、今日はカルピスでございます。フミさん覚えてますよ。ゆるーくファッションショーとか、ファッションショーってどうやってやるんだろう。着替え時間があるから皆さんに待ち時間を追ってしまうかもしれない。4000人まだだな。にも4000人突破したんですよ。説明するとですね、私は昨日投票をしました。4000人いったら何の企画をしたらいいかみたいな投票をして、いろんな企画をここにめっちゃ書いていたわけですよ。そこで投票して1位になったのがギャル姉にもらうっていうやつだったんですね。4000円そう、それでそれが1位になったのでそれをやろうと思ったんですけど、それだったら早く終わると考えまして、秒で終わっちゃうんじゃないかなと思って考えたので、2位のメンバーに電話をするっていう、電話かけまくるっていうのをやろうと思ったんですけど、よくよく考えたらこれ自分の携帯でやってるから無理なんですねそう、無理なんですねだからちょっとやめて、でどうしようかなと思って、でもで今日そので昨日ギャラに4000円もらうのはいつかやりますって言ったんですけど、今日なんとギャラ姉がね何にもないということで今日やることに急になりました。そう、それで今考えてるんですよ。そう、2個目のやつがないから、アリちゃんと一緒にオリジナルカルピスを作る企画。そう、タブレット持ってないんですよ。大喜利アリちゃん、ギャラーにのんちゃんの、ギャラーにのんちゃんのルームに来てもらってタワーを投げてもらうそれやばいじゃん。赤田奈々さん、今来ました。ギャラー姉となんかやるの。サッチンさん、ギャラー姉と今日は4000人格でギャラー姉に4000円をもらうっていう企画ですかわいい話。40時間やばいやばい。そうで、アリちゃんにドッキリをいつかするって言ったんですけど、そのドッキリもまた、また投票しますので、その時だけ言ってきてください。のんちゃんはじめまして、ゆりかさんはじめまして、見に来てくださりありがとうございます。フォローも嬉しいです。のんちゃんこんにちは、初コメです。22の神戸全国、あ、たけしさんはじめまして、全国来てくださるんですね、ありがとうございます。4000秒って何分だろうキャプテンの一推しメンバーになる企画なんだよその企画そう、この企画いつやろうかな。今日投票して
1位になった企画いつやろうかな。うん、まあいつかやりますね、また。え、どうしよう。企画ありますか。やばいやばい、あともうすぐ、やばい、あともうすぐして、皆さんタイムリミット13分でございます。13分でございます。のんちゃん、あいさちゃんの配信知りました。かわいいまで、かわいいのえのんさんの配信見に来ました。ありがとうございます、嬉しい。4000ハイカルピス、もうそれでいこう。4000ハイカルピスね。絶対飲めないけど、1、10、100、1000、4000ハイカルピス。そう、ちょっとね、いけるかわかんないけど、のんのんとありがとうございます。カルピスにいろんなものを混ぜてみる。カルピスにいろんなものを混ぜてみるね。カルピスに、カルピスにいろんなものを、いろんなものを、もの混ぜる。絶対まずくなるかもしれない。あなたもゲラになる。金髪にする通りです。怒られちゃうよ。ライカさんこんにちは。4000回腕立て伏せて、無理無理。4000回腕立て伏せ、まあそれが投票で1位になったらもうやりますけど、できる前配信終わらないんですけど、大丈夫ですか皆さん。ただなんとか無言で腕立て伏せしとる姿を見る感じですけど、大丈夫ですかね。腕立て伏せ。滝野由美子を僕に紹介してください。ちょっと由美りんかわいい。こんにちは。4000回ウインク。ギャル姉にメイクをしてもらって、ギャルのんちゃん、あーいいな。じゃあさ、そちらはギャル姉にメイクをしてもらう。今何しとるの。今ね、4000人企画を考えてます。のんさんがいちご食べる企画。いちご食べてる姿。4000記念ケーキ、料理配信、料理配信。あともう少しでギャラ姉が来て、昨日行った投票の1位を知るのでね。そう、じゃっけ、ちょっとね。こんにちは、ギャスーさん、こんにちは。4000字の作文で愛を伝える。ヤッホー、うちの名前覚えてる。マナちゃんやれ。マナちゃん覚えてるよ。4000回一つ目。時間がやばい、絶対。4000回コスプレ。今何してるん。今4000回じゃない。いや、フォロワーさんが4000に行ったので、4000に一角パート2を考えております。浴衣配信もしました。当分前にしちゃったな。4000カラオケ、4000個ピーナッツ。浴衣配信またしますか。じゃあどっちよ、どっちよ。あ、そうで、アリサちゃんにドッキリするならここにいる人がいるって。そう、あとでですよ。あとで、今じゃないですよ。あとでアリちゃんにドッキリをする企画をまた投票でするので、その時は必ずアリちゃん、のんちゃんがアリちゃんにドッキリ仕掛けるようにしてるよってことは言わないでくださいね。カズミンさん、久しぶり。こんにちは、よしげ。あ、かんなっちゃんさん、はじめまして。見に来てください、ありがとうございます。フォローも嬉しいです。4000人にコメント、とりあえずフォローしました、ありがとうございます。やばい、皆さん、あとタイムリミット9分です。9分です、皆さん大丈夫ですか。面白い企画
なくないかな、なんか考えてみるか。ちょっと4時間ショールーム、近藤さんはじめまして、よければフォローも嬉しいです、ありがとうございます。4000回しゃっくりなんちゃん悪いよな何何ですかいきなり。4時間ショールーム、じゃあ4時間ショールームを書いときますよ。じゃあそこまで言うなら4時間ショールーム8。お母さんのお手伝いめっちゃいいじゃんめっちゃいいじゃん、めっちゃボランティアじゃん。よせ、小太郎の散歩配信いいいいけど、それは許可を取らないといけないのかな。こんにちは、フォロワー4000人おめでとうって、磯貝さんありがとうございますいけるですね。なんちゃんこんにちは、ただいまご飯食べていた。お、ひろさん帰りなさい。平日ひらめこの着方は無謀なですよね。視聴者に4000円プレゼントって、かわいいって、ありがとうございます。どうしようどうしようどうしよう、あと6分ですけど、まあ、まあギャランデに4000もらったと、まあ投票できるんで、まあ大丈夫なんですけど、できるだけ企画を書いてほしいです。私の老化してる頭ではアイデア思いつきません。待って、じゃあのんちゃんがちょっと考える待ってくださいね。何がいいだろうな。おじパンの洋服作り配信いいですよ、うちにおじパンの洋服作り、あと2個ぐらいかな。じゃんけん大会に必要な4000円の料理を作る、4000回ただただ手拍子絶対面白くない全然面白くないコスプレですかね、やっぱりコスプレだと結構ね、あれかもしれない、遅くなるかもしれない配信。あと一つ、まだあと5分ある、大丈夫だ。え、かわいいかわいいかなっちゃん4時間ダンス配信って無理そんな踊れない。4000種類の服でギャラネコーディネート、4000種類持ってるかな持ってない気がしてきたあともう少しでギャル姉が来ますねあともう少しでギャル姉が来てしまいますが、大丈夫でしょうか皆さん4000秒がいいのかな。あと一つ、あと一つ、4000回で立て伏せはもう書いちゃった。今のところかき氷早食い、4000杯カルピスを飲む、カルピスにいろんなものを混ぜる、4000回腕立て伏せ、ギャラ姉にメイクをしてもらう、料理配信、4時間ショールーム、おじパンの洋服作り、コスプレ配信が出ておりますが料理配信いいですか。ギャラ姉と双子ダンスでギャラ姉見せちゃうことになっちゃう。ギャラ姉公開ギャラ姉にドッキリ、ギャラ姉にドッキリ。4000秒は66分40秒。あ、そうなんじゃん。1時間6分40秒か。ワクワクって。
どうしよう、あと4分だゲラネさん公開あと1個、あと1個皆さんないですか企画できそうな面白い企画ないですかさあギャラでにね4000円をもらうのはあともう少しでございますよ皆さんカルピス風呂メンバー全員のモノマネ4000個しりとりギャラの喧嘩ギャルメイク萌えゼリフフォロワーさん4000秒料理モノマネ待ってください、じゃあもうこのままからこの中から選ぼう、5期4000匹捕まえるって死ぬわギャルアニにドッキリ、のんちゃんに苦手なことアニのプロです、あ、また来ました、まさやさんありがとうございます、ギャルメイクフォロワーさんの名前連かマジで神企画どうしよう、じゃあじゃあギャルアニを褒めまくるでいきましょう、もうギャル姉を、褒めまくる、よし28分ですね、じゃあはいギャル姉を褒めまくる、そう最後です、こちらかき氷早食い4000杯カルピスを飲む、カルピスにいろんなものを混ぜる、4000回腕立て伏せ、ギャル姉にメイクをしてもらう、料理配信4時間ショールーム、おじパンの洋服作り、コスプレ配信、ギャル姉を褒めまくるどうでしょうか皆さん、 OK、 じゃあ OK でございます、そうじゃあこの投票は、ギャル姉がこの部屋に来て、あの昨日の企画ですね、ギャル姉に4000円もらうという、企画が終わってから投票したいと思うので皆さん考えておいてください、そうそう、オッケー、ありがとうございました、皆さん急ですいませんありがとうございました、そう今日はちゃんとかき氷にしました、いやー4000杯は何ヶ月かかるギャラ姉接近オッケーって、じゃあギャラ姉が来た、ギャラ姉がまああとまあ30分に来ると思う、30分だけどそうあの人はねちょっとねあれなんですよね、であともう一つあるんですよ、皆さんに考えてほしいこと、もう一つは皆さんに考えてほしいのはアリちゃんにどんなドッキリをするかをちょっとまた考えてほしいですね宿題進んでますかって、進んでます赤い服似合いますなぁめっちゃバカにしてるじゃん、ギャル姉褒めるとかあるってお風呂配信突然ハリセネ叩くアリちゃんボーンってそれいいな、あのそのアリちゃんにドッキリをするのはもし神戸、もし神戸で泊まった時とか、あともし泊まらなかったらあれですね、アリの配信でまたしようと思いますドッキリはそう、ドッキリをしたいんでございます、クレッチーさんはじめまして、見に来てくださりありがとうございます、フォローも嬉しいです、ありがとうございます、であのギャラ姉に今日やる4000円もらうっていうのはギャラ姉にはまだ言ってはないのでね、はい寝起きドッキリ3000人さんありがとうございます、皆さん絶対アリちゃんには言わないでくださいよ、もうバレるね大阪では、そう大阪では泊まると思う、ギャラ姉に野田がしばき倒される配信になりやかん
こんにちは、初参加です。絵が可愛い、かのくんさん、ありがとうございます。初めまして、見に来てくださりありがとうございます。あら、嬉しいです。のちゃん、こんにちは。すぎちゃん、こんにちは。ありちゃんは急に子供扱いするいいですね、それ。あー、バブちゃんみたいな。そう、いいからギャラで早それは思ったね。それは思うよ、のんちゃんも。でも、ね、ギャラね、来ないんですよね。30分2回上がってこいっていうのにね、来ないんですよね。32分で2分オーバーしてる時来ないんですよね、ギャラね。ギャラねが来ないんですね。どうしましょうどうしましょうなんと今日も元気、おばさまさん元気です。ありがとうございます。忘れてるじゃない。アリちゃんの自己紹介掛け声なしでいくきました。そう、みんなが久しぶりにね、配信出てほしいって言うけん来てもらいました。待ってましたって来ましたね。今布団になんかうずくまって芋虫ちゃん状態になっておりますが、大丈夫でしょうか。そう、では自己紹介を。自己紹介、名前を書いてないんでしょうか。ギャラのリンイーステ。はい、じゃあ、そう、やのんちゃん最近フォロワーが4000人を超えたんですよ。フォロワー4000人を超えました。そう、すごくない？うん、すごい。うん、そう、4000人を超えたのでね、4000円ください4000円ください。4000人超えたんで4000円ください。なんで4000円ください。なんで4000円ください。4000円ください。4000円も4000円ください。あげないけんのどれ。4000円ください。あー、つい。4000円くれって来てる。いやー、ハーゲンダッツおごるんで4000円ください。いらん、ハーゲンダッツ4000円もないしな。本気で取りに行きました、この方。言いかない。そうですね。隣に来ましたね。見せて。なんか落ちた、ごめん。だるま。くれるの？もらえた？もらえてないです、まだ。もらえてない。今がこう飛んでギャラの俺にも4000円ください。あげんわ。4000円ください。逆にくださいよ。なんで？逆にください。もうやばい、4000円ください。
4000ドル3000円あげるんで4000円くださいどこ書いてある逆にくださいってやめだギャル顔出ししたらあげるって4万？うん何だ4万でめっちゃ興奮しとるじゃん粘れ4000円4000円もないんよ5000円札しかないよ多分5000円札しかほらもうやね5000円札しかないらしいですうふ逆に考えるだけあれはねのんちゃんが売れたら奪い返しやぞほんまかな5000人でもないのに5000人あげるねえあと1000人じゃんあと1000人しかあと1000人は難しいでございますのんちゃんお釣りお釣りはいいえほんまにくれるんじゃあおきゃんいやなんか4000円をくださいって言うんですけど、うん、別にもらっていいのですかね待ってここはいてててなんかいて罪悪感がとてもありますでございますないくせにでもまだ誕生日プレゼントもらったくないギャラにからうちはもらってないよそう新谷家はね誕生日プレゼントあげないんですよゲームに優しいってまだもらってないですえうちの誕生日プレゼントはないんかねちょっといやどうですかねそれはもうギャル姉次第でギャル姉に推し変されちゃうそうそう仕事で寝てますさっちんさん頑張ってくださいGO-1000円ギャル姉誕生日配信しようってもう終わっちゃったよ5月7日やねうんそう握手会だってすごいギャル姉わしにも来るそうちょっとねギャル姉に関してはね皆さん代わりにダンスしてほしいよいやギャル姉ダンス見ん方がいいよマジでやばいよねうん、苦手苦手どころじゃないでしょ苦手どころじゃないよ何苦手とか言ったんギャルのネイル見せてください今日のネイルは今日のネイルはあなんか一個取れたんよね白のネイル白らしいでございます白はねやめた方がいいよえ白かわいいよいや黒く見えるよ黒く見えるって元から黒いのに黒いもっと肌が黒いけかわいいんじゃんらしいでございます皆さん肌が黒い方は白にしろということでございますそう来月ありちゃんの誕生日何あげよう、うん、あ石さんおはようそう蛍光ピンクじゃなくなったよね何回ね蛍光ピンクから緑になり蛍光緑になってで次白どういう選択ねえなんでギャル姉さんお初ですお初ですギャル姉次は焦げ茶色ダサいじゃん
やめた方がいいです皆さん、ギャラにアドバイスするのは。さすがギャラね。次は金色かな。あー悪くない。おゼロさん来た。それは結構あれですよ、それは結構才能ある。ギャラさんは渋谷とか遊びに行くんですか。東京じゃないけど、ね、渋谷なんか行ったことがないです。ギャラネって知らないですが、声がギャラネですね。ん？声がギャラネらしいよ。声が枯れとんよね。靴底何センチですか。靴底って足のサイズ違うでしょ、これでしょ。ああここ何センチもないよね。うん、いや、あるあるのも履くときもあるけど。そうってことで四千円企画失敗です。ギャル姉髪の毛色緑いこ緑いこ緑でも緑のなんか入るよね色。金髪ですか。金髪じゃない、いやでも金茶色茶髪茶髪じゃけどちょっと紫か、明るい紫だ。え？紫になるように言ってさ、なんかね、入らんよね。今で何の企画教えてください。お願いします、一生のお願いです。なずみさん、ですね、今キャラフォロワーさんが4000人突破したことでございますね。なのでそう、ギャル姉さんイコール貧乏ひどいこと言うわよイコールなんて貧乏じゃん最低じゃんけ。でもさ、やっぱギャル姉って可愛いよね、すごい。は？可愛いよね。ギャル姉ってなんか可愛いと思う。え、すごい可愛いって思う。いや綺麗だと思うよ、顔。綺麗？うん、綺麗。誰に似とる？え？え？いや、やっぱり、ね、ちょっと誰に似とるって言われるかというと。第2ドルかと言われるとちょっとね言いにくいんだけど、姉の推しは？ん？姉の推し STU で、のんちゃん、のんちゃん以外でおらん。ありちゃん、ありちゃん、のんちゃん可愛いからやらぬけ、のんさん。似とる人AKB 見てなかったけね。ですよね、 AKB。 広瀬すずさん絶対似てないでしょ、真逆。カラプイス4000人超えとる、見てる方も。もうすごいじゃん、ありがとうございます。もう45分じゃ。好きな女優さんはいますか。だって、え、好きな女優さん、うん、え、何これ。かわいいでしょ。怖い。昨日皆さん見せただるまが可愛いって言ってる。好きな女優さんは橋本環奈さんでございます。あー似とるね。のんちゃん似てないよ。似とるよ。ギャル姉さん高校生ですか。いや大学生です。大学です。二人とも好きな女優さん、二人ともだって。ん、お姉ちゃんの好きな女優、女優、女優、それ女優。そう、橋本環奈さん最近女優になったんですよ。 STU 何って早すぎてみ、 STU 王子さん受けてない、受けてない、受けてない。受けんの2期は受けん、受けないらしいでございます。ギャル姉の好きなキャラクターキティちゃん。このまんま
お前の配信見て好きになりました。りくほさん、ありがとう。好きなお笑い芸人は、ハマちゃん。まっちゃん。やるあねさんのハスキーボイスは星のせい、星のせい星のせいかもしれない。めっちゃ優しいじゃん。めっちゃ優しいじゃん。お姉さんに告白してもいいですか？いいですよ。倖田來未は好きですか？好きでも嫌いでもない。やめて。正直に言うの。そうですね、キティちゃんのサンダー履いてない履いてない。もう。ガスガス言ってくるのでね、言っちゃいけないこととか。ギャラネさんの喉に星が詰まってるのか。星が詰まっとるよ。嘘でしょ。なになに、星が詰まってるんで。そっちかよ。ギャラネさん海行きましたか？行きました。ギャラーネ学校で叫びすぎて声枯れたん。うん、叫ぶっていうか、海行った時に叫んだっけかな。なんて叫ぶ、海で叫ぶっていうか、海でって叫ぶことある。ないでしょ。ミッキーマウス好きですか？ギャラーネさん、ミッキーマウス嫌い、うん、好きでも嫌いでもない。ギャラーネさん海で溺れてしたけど、溺れてないよ。ギャラネさん、服をマネキン買いしたことある？ない。ギャラネは日焼けしてる？日焼けめっちゃしとる。してる。なんか海帰ってきた時もやばかった。ビビったもん。そう、イエーイ海みたいな感じ。そうそうそう。ねえ、書いてある。ギャラネさんバイトしてますか？しとるよ。しとるよね。海水飲みすぎて声枯れるんじゃ。やっぱりうち飲んだよ海水。まずくない？え、くっそしょっぱかった。パリピなのかな。バイト居酒屋でしょ。違うよね。違う。前はそうだった。前はそうだったけど、ね、今は結構いい感じよね。今はいい感じ。居酒屋でバイトしてそうって。確かにそういう感じはあるかも。でも前しとったっけ。そう、前しとったっけね。どこまでもイメージ通り。やかましいわ。しんとりが海水飲んでる。一緒にしないでください。うん、しんとりが海水飲んでるの。一緒にしないで。的確の水を飲んでますよ、イロハスを。近くで笑ってるのは誰ですか？え、誰かね。怖い怖いね。ギャラネモテそうだねって。モテそう。ギャラネの質問が多すぎて妹が放置気味で。なんかのんちゃんにも質問が。5年後ののんさん。なんでやだ。あ、やだ。マジでやだ。酒好きってまだ未成年じゃん。19歳まだ未成年やないかい。ギャラネもカルピスだったの。育ってないね。育ってないね。ギャラさん、ST の公演見に行ったことありますかって。ない。まだ公演、あ、そっか。まだないよね。岡山とか。声が星やんって。どういうこと。声が落ちる。あげる。ギャラネさんはアイドルに興味持ったことないの？ないでしょ。ないね。ないよね。ギャラネの身長高い？高いよ。して何センチかね。160、159ぐらい。うん。なんちゃもそのくらいになりますかね。ギャラネさんから見て、なんちゃやっぱ可愛い？可愛いんじゃない。可愛いんじゃないんです。なんでや。
なんでのんちゃんちっちゃいんかほんまねいや、え、お姉ちゃんさ、のんちゃんの時ぐらい何センチあった？のんちゃんの年で150はあったよ、多分。マジで？あ、のんちゃんも伸びるね。なんで？予選あげてってあげるよそんなに笑えないくれんかい。中学生から伸びてないの、伸びてないのギャルはね、伸びとる伸びとる、中学で一番伸びたね。そうなん、うん、なんでも中学で伸びるんかもしれん。あ、ガラガラって書くと星になる、あ、そういうこと愛ちゃんとのんちゃんどっちが可愛い？のんちゃん兄ちゃん可愛さ、兄ちゃんも可愛いですよね。でも顔出ししないのってしちゃダメだよ。ギャラのドラマ何見てたの？あ、さっきね、ドラマさっき、そう、僕たちが見ましたねめっちゃハマっとるよねあれ。ハマっとるっていうか暇じゃけさ見るよね。僕たちがやりましたっていうドラマ見てます。あ、ギャラね、おい、ギャラ姉さんとのんちゃんと買い物に行くんですかえ、買い物は最近行きません。そう、ちょん積極な感想言うな ギャラ姉一押しの芸人さんは、え、なんか最近雰囲気わからんよね、でものんちゃんはハマちゃんで止まっとるよ、うちはかよ。ギャラのイラストで描いてって、ギャラのイラストで描くとですね、描いて可愛く描いてよ。あ、そう、企画が書いてある。あ、そうなん。じゃあこっちに描こう。ギャラ姉の握手会はいつですか？え、いつしようかするんかいめっちゃする気らしいですよ、皆さん。やっぱね、ギャル姉はちょっと髪がすごい長いんですよ。欧米か面白くないでしょ。こっちに書きますと、すごく長いでござんしょ、髪がね。そう、え、のんちゃん時間大丈夫？終わっちゃうよ、のんちゃんって来た。ほんま、じゃあ54分じゃ。まあ今日は何時まででもできるんで。そう、前髪が長いっていうのがこういう特徴。ギャラ姉さんはカープ女子ですか？前カープ女子だったね。ギャラ姉、今のうちに財布持って走って逃げろそんなことできんよね、のんちゃんは、うん、真面目じゃけ真面目らしいですよ。で、ずっと目がちょっとこんな感じでケバケバ。エピにとるか？にとるよ。ちょっとね。まさにこれでございます。皆さん見ます？できましたよ。真面目なギャルらしいでございます。でも、じゃーん。おかしいじゃん。似てないよ。似てないよ。似てます。すごく見ておる。ほんまにほんまにこんな感じですよ。ちょっと似てない。でも似てない。え、じゃあちょっとお姉ちゃんごもギャラに書いてみて。うちは、うん、うちは誰のガレみたいな誰のガレさんでさ、誰のガレみたいな感じ似てる。でも男浜辺でイケイケのね、私そっくりやんそうなんですか目がでかいのね。うん、どうだろう。え、無理、書けん。何これ、いいよ、ちょっと待って、書いてみる。書き直すブルゾン的な、ブルゾン的な、ブルゾンとはまた違うと思う。なんか昔のギャル漫画に出てたやつに似てるって
違うんや、これ全然顔違うんや。どっかポイントでものんちゃんと似てないの？どっかにでも似とるって言われたことない。あ、いや可愛く描けん。変わらんちゃうか、のんちゃんが描いたこと。これギャルはね、作自分らしいです。全然可愛く全然描けん。似てない。え、のんちゃんとほぼ一緒じゃん。じゃもう結局こんなんなんでしょ、ギャルは。違うよ、結局ほんまにこんなん。違うよ。結局ね、結局こんなんよね、やっぱり。うん、だってこれのんちゃんがさ、まあのんちゃんがマシやん。これギャルなんでさ、変わらんな。ピカソ超え。眉毛違う、全然ね。のんちゃんと、うん、めっちゃ垂れとる。垂れとる。目一枚そもってな、絵心のなさよ。マティにいたら目そもさすが狭い、ね、画力のモナで正体不明。のんちゃん白人系じゃん。うん、でもうちは黒人系じゃない、黒人系っていうかフィリピンやね。もう認めな。いや、フィリピンってすごい言われるんよ。そうな、フィリピン人に話しかけられるんよ。フィリピン語で。それはやばい。5年後なんてもそうなる。いや、今日の服はキティちゃんなわけないじゃろ。そんなわけないじゃろ。そんな家そこまでよね。いや、だいたい漢字わかったわ、ほんまかな。すごいな今の絵で。ギャルのはね、アイドルの妹楽しそう。芸能人なら誰に出る？芸能人なら、なあ、え、うち、うん、誰に出るじゃろ。広島行ったら会える。会えるよ。普通にあるよね。誰のから言われる。誰のから、なんか一時期なんか似とったよね。でも一時期誰のからで目指しとったけど似とったよね。ね、似とった、似とったよね、似とった、うん、会えるんや、普通にあるよ。そこら辺のカフェで、カフェ行く。ギャラネさん、パパにママに、どっちに、じゃあどうかね。STU メンバーだと誰に似とる？似とる子おる？誰に似とるじゃろ？おらん。おらん。広島は今何時ですか？広島は今1時ぴったり。1時ぴったりよ、大丈夫な。ちょっとそろそろじゃランキングを読みましょうか。では今日は終わりたいと思います。今回の企画はギャラリーに4000円もらうドッキリでした。イエーイ。はい、でこれだけだったら秒で終わるので、4000人企画はまた次のショールームで投票をしたいと思うので、皆さん考えておいてください。後であげるけ、ちゃんとね。絶対くれんよ。終了。さっきじゃね、 CD 言えばどうじゃろう。さっきとはまた違うんですよね。ギャラね、バイ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 。多分もう会えんよね。パルコでパムロシしてない、してない。でも意外と本通りおるくないよね。じゃん、まあおるけど。しょうもない嘘つくっていう。どういうこと？ギャラね、おつおつ。じゃあランキングを読みますね。13位、かんちゃん、ありがとうございます。12位、しんくん、ありがとうございます。11位、わたなびーさん、ありがとうございます。10位、うれしいさん、ありがとうございます。9位、じいじいさん、ありがとうございます。8位、たかしーさん、ありがとうございます。7位、なら24さん、ありがとうございます。
6位にっくん、ありがとうございます。5位キンキンさん、ありがとうございます。4位しんくん、ありがとうございます。3位亀吉さん、ありがとうございます。そして2位はシュウ、ありがとうございます。そして1位はケチャップ社長さん、ありがとうございます。ありがとうございました。皆さん今日も、そう今日は、ギャラーヌに4000円をもらう時でございました。次回4000人企画パート2の投票をするので考えておいてくださいね。そうギャラーヌさんまた来る、もう多分もう考えておいてくださいねよく真似するんですよ、のんちゃんの最後ギャラーヌさんとバイバイさっきは読む力なくない、なんかここに来たらなんか読めんくない、またね、また登場してね、多分あんま、あ、当分登場せんよね、ん、当分登場せんよね、うん、ギャル姉と LINE したいわ、うちはしたくないめっちゃ言うじゃん、そこはしたいですねって流すんよ、はい、スペックギャル姉の読めん、ギャル姉さんのんさんに悪影響悪影響でギャルの、ヒロスズちゃんがフィリピン系のモデルさん好きだって、誰が、ヒロセスズちゃんだって、あ、そうな、うん、なんかちょっと誰のぐらい上げすぎじゃね、上げすぎ、うん、ギャル姉、ギャル姉はちょっと誰のがらけみさんに似とる時があったみたいな感じ。ギャル姉さん来年あたり2期生出して入ったで、え、来年何歳かに、20歳でございます。皆さん2期生は受けれますね、じゃあ20歳なのでまだまだ。トリンドルは、トリンドル違う違う違う、お、5120人、ありがとうございます、嬉しい。ユーニーさん、はじめまして。ってことで、そろそろ終わりたいと思います。宮島の鹿とは言わないで宮島の鹿、成人式お祝いしてね。あ、成人式か、そっか。ギャラネのファンはなんて言うの、ギャラネのファンでありがとうございました、ありがとうございました。明日はお昼でございますね、また取りま金ちょうだいめっちゃ言うじゃん、妹に、姉に4000円あげる、ギャル姉団。じゃあありがとうございました、のんちゃん、ギャル姉お疲れ様でした、ありがとうございました、ありがとうございました。おてて、おてて、1個取れたんや、白、白ですね明日は仕事だって頑張ってください。じゃあありがとうございました、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ、ありがとう、楽しかったって、バイバーイ、ポチ、バイバーイ、バイバーイ